皆さんこんにちは。天空の城でおなじみの福田光平さん、キヨンくんが話した父の現在、福田光平の難病の正体や現在の病状について紹介します。まずは福田光平さんの経歴とプロフィールから紹介します。福田光平は岩手県岩手郡雫石町出身の演歌歌手、盛岡市在住。父は民謡歌手の福田岩月。23歳から民謡を習い始め、2012年6月に第25回日本民謡フェスティバルでグランプリを受賞するなど、数々のコンクールで優勝。2012年10月6日、開始の岩手朝日テレビ、ゴエティーニョ内では、ゴエティーソングの一つ、ご挨拶、も歌っている。ただし福田自身がこれまでに公式発売してきたシングルアルバムに、ご挨拶は収録されていない。2013年の第64回 NHK 紅白歌合戦に初出場。第55回日本レコード大賞新人賞受賞。2014年2枚目のシングル「峠越え」を発表。自己最高のオリコン初登場6位を記録。また週間の売上枚数でも「南部セミシグレ」を上回り自己最高を記録した。2018年11月23日福島県白河市で行った公演の直後に大量に吐血。病院での検査の結果、食道と胃のつなぎ目に亀裂が見つかり一泊入院。内視鏡で止血の応急処置を受けた。24日はホテルで一泊し安静にした後、本人の強い希望により25日に古殿町で行われた NHK のど自慢に生出演した後、精密検査を受けるため岩手県盛岡市の病院に入院。公式サイトでは病名を急性胃粘膜病変に伴う黒色吐物と公表した。12月1日まで入院した後、5日まで自宅療養し、6日に千葉県文化会館で開催された招待客のみの公演で復帰。8日の BS テレビ東京第51回日本作詞大賞の生放送に出演。10日東京浅草公会堂で開催したコンサートで復帰後初めて一般ファンの前で歌った。2020年に第62回日本レコード大賞で最優秀歌唱賞を受賞した。福田萌えは遠い親戚で、ラジオ番組で福田パンの創業家も親戚であることを明かしている。福田光平さん夫婦は奥様が一般人であるため、プライベートについての詳しい情報は出ていませんが、2023は夫婦と祖父母、お母様と2人の子供と岩手県で暮らしているようだ。売れっ子の福田さんはコンサートやテレビ、ラジオの出演で留守することも多いようですが、連休には必ず岩手の家族のもとへと戻っているという。2019年に出演したダウンタウンナウでは、自宅は岩手の田舎の方にあるのに場所が特定されてしまい観光地化してしまっていることを話していた。田舎からスターが誕生したというのは名誉なことで、地元の話題にもなるよね。家を特定されてしまうのも地方の有名人あるあるだね。ちなみに岩手のソウルフード福田パンは、福田さんの親戚が経営しているとダウンタウンナウで公表している。福田光平さんには2人のお子さんがいる。女の子と男の子の2人兄弟。女の子の名前は明かされていませんが、男の子はキヨンさんというお名前だ。2015年には福田さんが座長を務めた舞台「歌こそは害の地」「三橋道也物語」で親子共演をしている演歌歌手の福田光平が9日、大阪新歌舞伎座で初めてとなる座長公演「歌こそは害の地」「三橋道也物語」の公開稽古を行い、初共演となる長男の福田キヨンと共に意気込みを語った。2006年生まれのようですので、現在は17歳だ。バスケット少年のようで、岩手県の育成選手にも選ばれるほどの腕前のようだ。福田光平さんをネットで検索すると離婚というワードが出てくる。福田さんが歌手になるために必死に陰で支えてくれた奥様と離婚したのでしょうか。結論から言うと離婚はしていない。事務所とのトラブルとは、当時所属していたオフィス系と契約期間内だというのに、自分で勝手に仕事を取ってきて事務所には無断で進めたりした結果、ダブルブッキングになったこともあり揉めていたようだね。事務所との話し合いにも応じなかったので、元事務所は福
田さんを契約不履行で訴えて裁判を起こした。最終的には両者の間で和解が成立している。福田の現所属事務所が同日、この度前事務所と福田康平との間で解決に至り、東京地裁に継続していた訴訟は取り下げられ終了しましたと文書で発表した。歌手の福田康平が2024年3月6日、東京明治座の福田康平特別公演の合同取材会公開ゲネプロを行った。福田にとって同劇場での座長公演は7年ぶり2度目となる。第1部は長谷川新原作の時代劇「恋名の銀兵雪の渡り鳥」を上演。福田は人情味あふれる銀兵を熱演した。大阪と東京では笑いが起こる場面が違うことがあるんですと明かし、今回もドキドキとワクワクがあると笑顔を見せた。また福田と同じ岩手出身のドジャースの大谷翔平投手の結婚についても触れ、あれだけの年俸を稼いでいたら離婚はしないでしょう、幸せになってと祝福した。演歌歌手の福田康平が2018年11月23日に糸食道の接合部が裂けて大量吐血したため緊急入院していたことが25日分かった。福田は23日に福島白河市で午後1時から昼公演を行ったが、体調不良を訴えてアンコールと握手会を急遽中止、直後に楽屋で吐血した。吐血量が尋常ではなかったため同5時半からの夜公演を中止し、同市内の病院に救急搬送された。検査の結果、糸食道の接合部付近に亀裂があることが判明。止血剤や点滴でも症状は改善せず、急遽クリップで止血する応急処置をした。2018年11月24日は仕事がオフだったため同病院で終日静養、現在も出血は続いているため貧血状態で食欲は極めて少ないという。その日、福島県の古殿町で開催された NHK のど自慢にて、体調が完全ではないにもかかわらず新曲「天竜流し」を熱心に歌い上げた。演奏時間は45分に及び、その後も観客への感謝の気持ちを込めて追加で2曲を披露するという精神を見せつけた。このイベント終了後、本人は故郷である岩手県盛岡市へ戻り、すぐに緊急入院となり詳細な検査を受けた。その病状については2018年11月26日に明らかにされる予定である。この事態を受けて彼は当分の間歌手としての活動を一時休止することとなった。すでに決定していた27日の福岡県飯塚市と28日の長崎県諫早市での公演は中止が決まった。これからの活動に関しては受けた診断の結果を踏まえてから決定するとのことだ。彼の事務所によると、福田さんは今月初めに体調を崩し下血する症状が見られたそうだ。彼は過去2年間 NHK 紅白歌合戦に連続して出場していましたが、14日に発表された今年の出場者リストに彼の名前が見当たらなかったことから、精神的に大きな打撃を受けていると考えられる。福田さんは普段からお酒を飲む習慣がありますが、内臓疾患を抱えたのは今回が初めてだ。2017年10月には過労が原因で咽頭炎を発症し急遽入院する事態に至り、その結果コンサートを中止せざるを得なくなった。これは彼にとって2年連続で健康問題による公演中止となり、福田さんはファンに対して深く謝罪し、またその状況に対して強い悔しさを感じていると伝えられている。遅咲きながら彗星のごとく演歌界に登場した福田康平さん、23歳から民謡を習い始めて2012年に第25回日本民謡フェスティバルでグランプリを受賞している。もともとは呉服屋の営業をしていましたが脱サラ、2012年10月、当時36歳の時に南部セミシグレでシングルデビューを果たし、オリコンの演歌部門で1位を獲得している。圧倒的な歌唱力で次々に賞を総なめしていき、第55回日本レコード大賞新人賞も受賞。2013年には第64回 NHK 紅白歌合戦に初出場をしている。歌謡力とビジュアル面でも人気の福田さんは、
全国を精力的に、周り1年の公演数は100公演以上だという、そんな福田さんですが、プライベートの方はどうなっているのかについて調べてみようと思う。まず結婚しているかどうかですが、福田さんは既婚者だ。奥様は一般人ですので、あまり詳しい情報は見つかりませんが、お名前は恵美子さん、年上女房のようだ。結婚したのは福田さんが29歳で、奥様は35歳だったという。福田さんが結婚当時29歳だったということは、デビューしたのが36歳ですので、まだサラリーマンだった頃のようだ。一説によると、出会いは呉服屋で働いている時で、職場結婚ではないかと言われている。またお二人で新婚さんいらっしゃいに出演もしているそうだ。出会った時はサラリーマンをしていた夫が脱サラをして演歌歌手へ転身、先がどうなるかわからない夢を応援してくれた奥様は心の広い女性のようだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。